久保さん、おはようございます。気になる男第6話ですね。第6話で、前回はコンテンツの作り方についてしっかり考えていきましょうというお話で、動画放送は見る方の時間を確実に奪ってるんで、しっかりその人様の奪う時間であれば、ちゃんとコンテンツの中身をしっかり中身のあることを伝えていかなきゃいけないんだよっていうお話をしていただいたかなと。自分のことをつらつら喋るんじゃなくて、選挙演説のように、つら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 喋るんじゃなくて、ちゃんと意味のあることを伝えていきましょうというお話でした。You, me, I っていう、あなたが一番最初っていうお話ですかね。この言い合いの法則、一つの法則っていうとこでしたよね。まず第一に、言う、見ている視聴者さんが、全てなんだよというふうに、自分は受け取りました。まず大前提として、動画をどのようなその経緯で見てくるのかっていうとこもお話ししていただいたと思ってて、その悩みが、何かに悩んで、そして検索ボタンを押して、そして動画を見る。なので、それに関連する、悩みに関連するキーワードに対して、テーマを絞って動画を作っていく。これが一番視聴者さんに対して一番丁寧というか、答えを探している人に対して響きやすい動画なんじゃないかなというところも言っていただいたかなと思います。で、まず4つ。まずお金の悩み。側近とかすぐ儲かるとか、そういう悩み、お金についての、世の中の人はお金について悩んでる。当然自分も悩んでる。だから、そのことに対してしっかりと解決のアプローチをできるような動画をしっかり作っていきましょうっていうのが一番の話だったかなと。4つ、人の悩みに対してアプローチしていきましょうっていうことを伝えていただいたと思ってて。で、2つ目が健康ですね。健康。確かに若い時は健康なんて気にしてなくなっかったんですけど、確かに自分も40歳になって体の動きのキレがなくなったなというのは 確かにあると思いました。で、動画の中で、久保さんがシャンプー、あれ、白髪染め、白髪染めでしたっけ、あ、白髪なくならない なくならないシャンプーか、シャンプーの話ですね。エイヤって買ったっていう話してくれましたよね。でも、実はそれはその 効果があるかどうかっていう口コミはちょっと弱いみたいな話もしていただいたかなと思ってて、確かにそのもう健康でこれが白髪が治るとか言われたら、なんか思い切ってクリックしそうですね。確かに そういうことの事例を伝えてくれたのかなと思いました。そして仕事ですね。3つ目が仕事。確かに人生のほとんどが仕事をしている時間がすごく長いからこそ、仕事をどうしていくのかっていうところですよね。働き方、特に人間関係の悩みだったり、仕事の責任の話ですよね。しっかりと仕事をこなすとか、久保さんが言ってたのは、義務と責任を正確に話すか、正確に果たすか。で、義務以上に果たすこと、責任以上に果たすことっていうことのお話ですよね。仕事に対して真摯に向き合うことに対してしっかりと発信していくと、これは人様のためになるということですかね。で、4つ目は恋愛ですね。これも確かに、切っても切れない、テーマになるのかと。確かに女性の方で恋愛について
発信してる方すごく多いなというところも確かにありました。結婚問題、浮気問題、同性愛問題、いろんな問題、確かにリアルというか日常でなかなか会話にできない、避けがたい話題などは確かにこのインターネットでの世界ですごく共感するというか、他人の理解が進まないことだからこそインターネットで相談する人を探す、そして自分の悩みを分かち合うというところをやっぱり感じる。そのためにインターネットが発達するっていうところは非常に意味があるんじゃないかなと思いましたね。この4つですね、4つのカテゴリーで、悩みをアプローチすること、これに対してしっかりと動画を作っていくこと、この動画作りをしっかり念頭に置いて、作っていくことが大切だよっていうところを受け取りましたね。確かに。それで、その後のお話ですよね。だからその、例えば全然関係ないで、この You, Me, I の話の続きで、まずは視聴者さんに、悩みに関係することをアプローチしていく。そしてその後で、しっかりと視聴者さんと動画を作る人の関係性ができて、その上で、全然関係ないという、ファンができてからしっかりとその、関係ないっていうのは関係ないかもしれないですけど、そのもっとその動画を発信する人柄のことを話していけばいいんじゃないかっていうところでしたよね。本当にすごく、勉強になることをお話ししていただいたかなと思いまして、コンテンツの作り方のところを、作り方をこうやって作ればいいんだよってことを教えていただいた回になったかなと思いました。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。たかでした。